今回は、初めて冬の車中泊キャンプに挑戦するために、北海道七飯町大沼にある、ユーカラオートキャンプに向かっています。この日は、大沼公園で冬のお祭りを開催していたので、チェックイン完了した後、営業終了する前に先にどのような感じか散策してみました。このように、キッチンカーで様々な食事を販売しています。隣では、このように雑貨などの販売などを行っていました。それでは、これから本会場に向かいます。本会場では、構造の展示や滑り台などの冬のアクティビティなどが開催していました。このように、迫力あるものもありました。こちらは、無料で遊べる滑り台です。他にも、有料のアクティビティとして、氷上ゴーカートやスノーモービルなども実施していました。その他、お祭りらしく、屋台もありました。それでは、散策していたら少しお腹が空いたので、ボロト館のフードコートでこちらを買ったので食べます。熱々で、寒い時にはおすすめです。その後、夕食の調達をしていきました。ただ、こちらのポテトは日持ちがしないようなので、先に食べていきます。その後、無事に車中泊キャンプができるように準備完了したので、夕食の準備します。今回は、このようにステーキとインナーを焼いていきます。それでは、これから食べていきます。
今回はこのような感じで美味しくいただきました。それではこれから車中泊キャンプの部屋をお見せします。このような内装になりました。もちまる様もいますね。車中泊は初めてなのですが、意外と心地よさそうだと思いました。ただここで車のバッテリーが上がる事態に。果たして翌日帰ることができるのか。テントにはこのように可愛い装飾をしました。それではこれから寝ます。おやすみなさい。おはようございます。まだ早朝ですが、まさかの強風でガスが使えないのでご飯を炊くのは困難となりました。エンジンがかからない状況が続いたので、チェックアウト時間までもう少し余っていたので、大沼公園を散策して時間つぶしをしました。このように、冬ならではの大沼公園の景色を堪能することができました。その後、チェックアウト時間になり、バッテリー上がっても、キャンプ場のスタッフさんが、ジャンピングスタートを無料で行ってくれたので、無事にエンジンがかかりました。エンジンがかかっている間に、かつて存在した動物園の廃墟などを巡っていきます。こちらを右折して、進んでいきます。そろそろ、廃墟の付近です。こちらが、かつて存在した、スバルパークという動物園の廃墟です。予想よりも綺麗に残っていました。それでは、これから白鳥さんの光景を見に向かいます。このようにワカサギ釣りをしている方もいました。
それでは、ようやく駐車場に到着したので、白鳥さんを見に行きます。白鳥が予想よりも少なかったですが、とりあえずいました。その後、カー用品店で無事にバッテリー交換を行い、帰ることができました。今後も、車中泊も含めて、キャンプをしていきたいと思っています。